皆様こんにちは。この度の巨大地震と大津波によりまして、東日本全域に甚大な被害が発生しております。厳しい冷え込みの中で被災地の皆様には大変な不安と緊張の時間が続いていることと存じます。心からお見舞いを申し上げます。この度の災害はこれまでの経験をはるかに凌駕するような国家規模での大災害です。言葉を失っております。初期段階から多くの尊い命が失われた、こういう深刻な事態も判明しており、いまだなお多くの方々がその安否が確認できないという状況下にございます。ご家族の皆様のご心労いかばかりかとお察しいたします。そして大切なご家族を亡くされた皆様、衷心よりお悔やみを申し上げたいと思います。さて、被災地ではたくさんの看護職、そして多くの職種の皆様が現場に入って、そしてご自身も被災なさっておられながら寝食を惜しまず一生懸命救命救援活動に当たってくださっております。もう3日の時間が経ちました。疲労困憊しておられると思います。そういう中でも勇気を振るってお仕事に専心くださっている、そのことに私は心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。地震が発生したその日から高貝恵美子のこの事務所も24時間フル稼働しております。一つには被災地の状況が今どうなっているのかという、その情報確認をしなければならないということ、そして救援にあたる看護職の仲間たちが頑張っていけるような状況をなんとか側面からサポートしなければいけない、そして必要なものがあればいつでも全国から支援の手を差し伸べることができるように情報を集め、そして後方支援部隊としてしっかり活動していきたいと、そう思っているからです。こちらのスタッフも皆様と共に活動しております。日本を投げ出さない、諦めない、元気な日本を取り戻していきましょう。共に頑張ってまいります。